70点未満だった場合、我々4人、花尾が落ちた大学、名古屋大学のオープンを受けてもらいます。わーっしゃー全に34点だ。あー惜しい、あ惜しい、惜しすぎる。今日何出る？確率全科式絶対出ますよ。いや、僕らちょっとずっと過去問演習してたんですよ。で、そしたら2018年、17年、16年、15年全部出てます。全部出てます。全科式出たらちょっと笑ってまおう。俺俺の顔を浮かべてくれ。それで落ちたやつがなんかいろんな状況がおるからと。現役時代に A 判定で名古屋大学を送れも確率点化式の問題で見事につまずき、しかも前傾一本だったから浪人という選択肢を余計なくされてしまった。そう、花尾、今から花尾さんが落ちた大学、名古屋大学の試験をね、よ受けに行って、よその落ちた当時のね雪辱を晴らすという。当時のあんまじ強かったから。でもまたまたそういうピンポン。一応合格基準決めとく。合格基準あれじゃないですか、やっぱ定員に入れればっていう。あ、それ相当きつない。定員に入れる、で定員にはそれに引き込んじゃう。順位って出るような、確か学科ごとの。出ます。あと、まあ実はもう俺に強盗される受験生マジでいたら不便やで、ほんまに。ここでごときによ。え、でももう余裕すぎて今カイロの原材料勉強してるから。結構出そうっていう。鉄粉活性炭ということで、今から実際の命題オープンいきたいと思います。それではメイキッドパスパブリス、我に勝利を。はい、というわけで試験会場のね、河合塾梅田校からにやってまいりましたということで、まあ、ここからね、はい、ちょっとおのおのも別行動で行って、はい、また昼に集まりましょうと、はい、ということで頑張りましょう。はい、はい、というわけで、はい、A 判定目指して頑張るぞー。お前ちょっとなんか闇の研究者感すごいな。お前なんかお前マジウォルデモートさんか入ってるな。これ僕目隠すんですよ、もはや。もう右上見えないですよ、これ。中二すぎる。かぶった方がいいですよ、なんか。今現在数学と英語が終わって、はい、昼休みというところ、はい、明大物理校受かれそうっすか、合格できそうっすか。いや、まだ全然あるよ、俺は。謎の間が全然ある。まだ全然ある、全然ある。まあ正直パッと見て数学、うん、まず確率全科式の問題が目に入ってきて笑いそうになったよね。やばい。いやあのでも確率全科式いけたよ俺。そう、あの連立方程式であの、うん、そんな難くなかったよあれ。うん、でも解けへんかったよ。うん、それで終わった。じゃあ、あの敵取れずということで。まあでもキムさんどうやって。でも多分全部解けました。うわ、すげえ来たな。あ、そうっすね。来たな。全部できた。でも正味な、 A 判定の可能性あるやつ結構いると思うねんだ、この中に。まだまだまだみんな可能性あると思うねん、正直。今話聞いた感じ、簡単やったとか言ってるし。まあ数学死んでるんで。ということで、物理科学でさらにね、終わってからね、また簡単だったと言えるようにここから頑張りたいと思います。はーい。えい、ふぅ、結果発表来ましたね、ついに。ついに来ました、あれから1ヶ月。ちなみにもっと撮影は早かったはずなんですが、こいつが名前をふざけすぎたせいで偽名の疑いありということで、なんと河合塾からね、虚偽の疑いをかけられてしまって、ということで、はいはい、はい、じゃあ早速、じゃあ、じゃあ行きましょう。じゃあ今回ルールですけども、はい、1位から順に発表していきます。イエス、5位じゃあ、まっとうにまっとうに1位。科目ですか。いや、科目じゃないです、もう全然、総合性。総合から、うわ、緊張すんな。マジで最下位だけはやだ、最下位だけは。いや、最下位になった人は結構これ本当に不名誉と言いますか。なんかあるんですか。え、クリスマスプレゼントあるんですか、やっぱ。いや、これ4位の人はですね、今まで僕らが判断受けて、今命題受けたじゃないですか。はい、残り5つからどこかもう1個受けてもらいます、来年は。あ、1個でいいですね。で、1個だけ言いますと、サッシ乗るまでやめれませんです、その人。邪魔すぎるって、それは。マジで。え、でもちょっとどうやった、ちなみに。いや、俺は正直よ。正直言って俺数学は確かにできんかった。でも案外それ以外ならハレんじゃねって言われる。いや、だからそれもあれって英語とか読めへんやん。そう、英語とか英語はい。じゃあ1位からね。1位からね。マジで、いや、さすがに。じゃあ発表します。心から頼む。メイダイオープン、
第1位キム仮説立てましたやっぱりおすごいやっぱりつらいキム仮説立てますけ1位1位でございます。いやお前負けてんじゃんねえだからもうつらいんですよ各科目はい各科目はい英語200分の90点おお耐えた物理200分の82点おお結構高くね高くね普通にそうっすか科学200分の28点はいはいちょっと待ってそれで1位マジやばいやばい数学がやば数学の分数がバラッで数学200分の153点おお75%偏差値84.9でもらってる。うわ数学数学マジ数学の偏差値84.9すごいお前ニクネルのあの偏差値80何本と一緒やん。83でしたっけ83超えたよ真剣模試とかじゃなくて明快音符で85ってのがやばいっていうやばい上積みの中で85ってすごいなぁさすが数学科ですねで工学部物理工学科はいA 判定ですマジかおめでとう科学200分の28で A 判定だマジで数学の200分の28で A 判定すごい終わり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 開けましたもうやばいやすごいでも今で20位やったらもう一人ぐらい入ってるかもしれないそうですね分からんけどだって科学勉強しなくていいことが証明されましたからすげえお前マジでいやマジですマジでマジですごいわ受験は数学やマジですごいだって数学の 75% で多分めっちゃ一気に持ってったもんねこれが絶対にマジ来てくださいお願いしますこれが絶対にこれが絶対2位なんだよ2位はデンダガどうだ終わった終わった危ない危なかった無念危ないじゃあ個別の点数ですねはい英語が200分106点おお頑張ってる頑張ってる頑張ってる数学が86点お200分の200分のですおおまあ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 電源さんにしては低い低いどうした物理が79点おお200分のあそんだけあるんだ意外とあったそれぐらいで、科学が200分の89点強っ全部、全部まんべんなくあったよ全部あります全部まんべんなく点あった全部偏差値ちゃんと50超えてますねおぉーいやー、いやいや判定いいんじゃん B ぐらいが B ぐらいあるんじゃん判定は B ですおぉまだ、まだ、まだ浮かれるまだ浮かれる、まだ浮かれるまだ浮かれますねいやでも、物理思ったより良かったな順位は50位です。おお、受かった。合格した。あ、受かった。明大受かった。すげえ。75位かけて受かった。明大受かった。いや、お前らマジで冷やかしに存在や。外役存在や今日。いや、今回77位まで合格にするわんじゃ。78位か79位。まだ入ってるかもしれんけど。僕らは省いてください皆さん。ダメっすよ。本当にすみません。別に嵐。マジで。いやいやいや、まあでもこれでもすん負けてたらおもろいな。僕マジ負けたら本番勉強。マジで荒らしますよすん負けててくれいやでもマジで可能性もさすがに数学やつやろなでもいや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 でもそうさすがに数学そう思うさすがに数学そう思うこれさすがに数学やなもうこの振りやっていいかどうかだけ教えてくれこの振りをやっていいなんかどうかだけ教えてほしいじゃあ行こうはい一応ちょっとこのバージョンやってみましたのうわ俺絶対3位やと思う俺多分絶対3位いや、たぶん、マジで言っていい。今回、俺、じゃあ、これ3位を発表しよう。3位発表しよう。頼む。では、いきましょう。待って、向こうもほんま、鼻割る。よし。第3位は。二の前ハウスもう本当に滑稽本当にそれマジでちょっと自信あったわねマジでよかったーサインスーンが英語が200分の117おっしゃー英語英語英語この4人の中で1位ですよっしゃーあめーあめーすげー僕まだでもお前
それで俺らに負けてるってことは何かで俺らに負けてるってことは数学でしょうねまあまあそういう数学が、200分の68あーまあまあ3割3割あ、でも本番より高いいやそれ、レベルがレベルがちょっとありしてるけどはい物理が200分の67おーあー3割いった3割いった科学が200分の116おおよかった科学だけ科学あと危ねえよそれで俺より下だ合計点そうですねスンが574で電眼さんが584なんですよあ、10点差10点差なるほど10点差いいですね順位が定員が75人ですよねはい61位それさ、ボス何ボス者210あ、でも全然すごいやんいや、危ねえなもう、マジでもうよかった、マジで俺、ディアンテ落ちたろうじゃねえかいや、そのコメント天才でしょはい、花尾さんの成績がじゃあ、うるし、ちょっと待ってよじゃあ、花尾しかも A 判定落ちたろうやから、お前花尾じゃないから、お前はい、で、A 判定落ちたろうさんが英語が200分の104点あ、結構あるやん結構あるやん結構あるやん許してほんまにもう英語104点頑張って100超えたらすごいやん結構もう数学が200分の49点あーそこですね、そこですね物理が200分の115点強っすごいそれでなんでしたな俺らいや物理やっぱ強すぎ物理が強い科学が200分の37点うわー気分は何ですかさっき28点え200分の28点お前やばすぎるお前俺に科学負けてんのなんでなんで評価が B ですあーてかちゃんと ABCD ちゃんと ABCD つらすぎるよかった順位が121あーくそなんだかよ結局かよあのなんか一人だけでもほんまに落ちたやつが前ら全員かって思ってる逆にダルんだけどこれだけなんか俺の敵討ちか知らんけど俺だけやっぱもう打てへんかったやべえ、みじめすぎるぞそれめっちゃおもろいやんほんまそれめっちゃおもろいいい結果やりましたねいい結果やなほんまにてかちょっとあ、この人受かるまで命題受けた方がええんちゃういやマジで来年も受けようほんまに